が4名行くばくもない状態です。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は北イタリアのボローニャからお届けしています。今日は質問いただきました。今回は病床の致死について相談があります。病気が思ったより悪化し、とうとう黒い服を用意してほしいと言われてしまいました。父は現在病院にいて、母は近くに住んでいます。私は離れて住んでいますが、月に一度くらい帰省するようにしていました。何もできない手持ち無沙さや記憶さ、己の不甲斐なさ、父をどうすることもできない悲しさが渦巻いています。今できることを精一杯することが一番良いのは分かっていますが、気持ちが全く落ち着きません。遠くに住んでいる母のことも心配です。正直あまりの事態に混乱しています。何かアドバイスください。よろしくお願いいたします。という形で、父さんの病状があまり良くなく、そんなに長く生きられないという状態ですから、もうその状態においてできることっていうのは待ってますよね。それはできる限り時間を作って父さんに会いに行くと、もうちょっと意識が朦朧としたりね、そういう状態なのかもしれないけども、分かる部分っていうのはあると思いますので、できるだけ時間を作って会いに行くということ。あと、あなたがすごい不安になってるってことは、そのお母さんもね、ものすごい不安になってるということだと思いますので、お母さん今遠くに住んでるということですから、せめてね、お母さんに電話してね、どうなのとか大丈夫みたいな電話でお母さんと話をするということで、お母さんの不安を和らげてあげるってことはね、できるかと思いますね。最終的にはお父さんと一緒にいられる時間っていうのはもうほとんどないと考えられるわけなので、できるだけ会いに行くっていうことをやっていくしかないと思いますし、逆に言うと、そこでそういう時間をきちんと取らないとですね、後からすごく後悔してしまうということにもね、なってしまうのかなというふうに思います。という形で、どうしてもやっぱり病気が進行したりすると、無力感というか、実際はもうそれを食い止めることっていうのはできませんので、やっぱりそういう最後のコミュニケーションというか、あるいは今までありがとうねっていう感謝の言葉をかけるとか、そういったことをね、きちんとやっていくということをしていくしかない。やれることをやれる範囲でやっていくしかないので、今のあなたにできることっていうのは、できるだけお父さんに会ったり、あるいはお母さんに対して電話でいろいろ不安を取り除くということができると思いますので、その部分に関してやっていかれるといいんじゃないかなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。